緒だよ。いいワインが手に入ったんだ。バタールモンラッシェグランクリュー。大人になったら一緒に楽しもう。乾杯。リサと君に。この武器は血液弾に切り替えができるわ。ダットサイトも追加してある。狙いやすくなったはずよ。依頼が受注されました。
さん、会えて嬉しかった。
サムブリッジズ、待っていたよ。ありがとう。いたん。
ああ、次も。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末武器のロックを解除します。お願いしてくれよ。その人に誰かいるようだ。近づいて確か。よし、あとは安全に連れ帰ってくれ。
Thank you.
よくやったサム。ポーターと共に回収された技術データのおかげで自動追従機能を持つ新型のロボットが完成したようだ。武器装備作成して使ってくれ。ただし君に割り当てられるのは1エリアにつき1台だけだ。気をつけてくれ。マウンテンノットシティの遥か北にある中継ステーションはテロの影響もあっていわば陸の孤島になってしまっている。この辺りはもともとヒッグスが根城にしていた。ディメンスのテロリストたちも多いんだ。施設の老朽化が進んでいる。復旧のためには建設素材が必要だ。その配送センターから中継ステーションへ必要な素材を届けてほしい。
通信があれば完璧です。どうぞ。
つも UCA の一部になった。陸の孤島はガイラル通信のおかげで遠い東の本部までつながった。設備の復旧作業はこれからですが、さらに前向きになれた気がします。全力を尽くします。サム、あなたも頑張って、一日も早く西へ到着することを祈っています。よくやったサム。次はマウンテンノットシティ北の配送センターまでつないでほしい。実はその配送センターから非常事態の連絡が入っている。詳細は未だ不明だが、事故があったらしく、怪我人が出ている可能性もある。その端末で確認してくれ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。自動配送ロボ出動します。サム、マウンテンノットシティ北の配送センターから緊急の配送依頼が入った。事故が発生したようだ。スタッフの一人が重体らしい。詳細は不明だが、現地からは血液製剤が必要だと連絡が来ている。命に関わる依頼だ。宣言時間内に確実に届けてくれ。あなたの肩と足につけるプロテクターね。ただし、つけている場所には荷物を固定することができない。よく検討してから選んでね。時間は限られている。何よりもスピードが要求される配送だ。一刻も早く届けるためには何が必要か、どうすればいいか、よく考えて決めてくれ。
侵入者用のセンサーにかかったようだ。そのセンサーは荷物ではなく君自身を感知する。気をつけろ、君が狙われている。さすがだ、見事だった。大切な荷物をよく彼らから守ってくれたな。この先も接触する可能性はあるだろう。気をつけてくれ。こちらの状況も早く伝えられるようになる。本当にありがとう。いいぞサム、
次はいよいよマウンテンノットシティに接続する。この先も道のりは険しいぞ。プライベートルームで休んで準備を整えてくれ。サム、エッジノットシティのこの場所までもう一歩も動けない。都市も破壊され、みんな殺された。周りには BT がいっぱいいて包囲されてる。首のキープはどうした？なんとか目を盗んであなたとつながれた。だけどこれが最後になるかもしれない。今は無事だけどどうなるかわからない。あなたがカイラル通信をつないでくれることだけが希望なの。ここをつないでくれれば私は自由になれる。そうしたらあなたと一緒に東まで帰れる。アメリー、首のキープはどうしたんだ？サム、あなたをビーチで待ってる。Thank you.
BB のことなんだが、あんたがカイラル通信をつないだおかげでデータが一部復活した。それで分かったことがあるんだ。データの調査は独自にやっている。誰かに命じられたわけじゃない。何かあったら全て俺の責任だ。あんたには罪はない。だから聞いてくれるか。うん。封印された BB の技術はブリッジズが復活させたんじゃない、分離過激派が復活させた。およそ3年前 UCA の再建を妨害する道具として BB を使い始めたという記録が見つかったんだ。ブリッジズの再建計画が動き出し第一次遠征隊が出発した頃だ。連中にとっても BT は脅威だからな。奴らを感知できれば俺たちへの妨害工作も含めて何かと優位に立てる。それに対抗するためにブリッジズも BB を使うようになったというのが実態らしい。俺たちが使っている BB28 の履歴がまるでわからないのはそのことも理由なのかもしれない。俺たちは BB の原理を理解しているわけではない。見よう見まねで使っているというのが実情なんだ。それからもう一つ、 BB の初期実験当時のことが分かってきた。最初のデスストランディングが起きた頃 BB の実験も行われていたらしい。この大陸の東にマンハッタンと呼ばれた島があった。初期の BB 実験でこの島が消滅している。おそらくボイドアウトだろう。この実験は当時のアメリカ政府の肝入りで行われたらしい。政府は BB の能力がデスストランディングの原因解明に役立つと考えていたようなんだ。しかし倫理的な面からも BB 実験はセロンの猛反対にあった。皮肉なことにデスストランディングの原因を追求しようとして逆の結果を招いてしまったんだ。この実験に当時の大統領も巻き込まれ死亡した。その後地位を継承したのは副大統領だったブリジット・ストランドだが、ブリジットは実験を中止、資料も技術も抹消された。 BB の存在自体が封印された。それがなぜ今になって分離過激派によって復活したのかわからない。努力してみるが、また何か分かったら知らせよう。サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。マウンテンノットシティの住人は厄介な問題を抱えている。このエリアは各地にタール状の物質が湧き出ているのだが、実はマウンテンノットシティの一部にもその被害が及んでいる。都市の周囲でタールの噴出が確認されたんだ。放置したらマウンテンノットシティは近いうちにタールに侵食される可能性がある。マウンテンノットから依頼が来てる。その配送端末で依頼を見てくれ。
されました。スキャンを開始し、行ってらっしゃい。頑張ってください。頑張ってください。武器のロックを解除します。
ありがとう。今日はいい日だ。ありがとう。さあ出発だ。スーツ全体にダメージ軽減効果を与えるプロテクターよ。あなたの肩や足につけると、つけた分だけ高い効果が得られるようになるわ。ただしバッテリーがなくなると効果を失うから気をつけてね。
よし。Thank you.
留されました。
うだ。あんたに持って行ってもらいたいものがあるんだ。さあ、遠慮しないで。源はビーチにつながっていると言われている。このまま放置していたらマウンテンノットシティはあの世に飲み込まれてしまう可能性がある。手遅れにならないうちにタールの噴出口を塞ぐ必要がある。半物質爆弾を使ってタールの噴出口を物理的に塞ぐしかないというのが研究者の見解だ。民間のチームが半物質を使った推進装置の研究を手掛けていたんだ。ビーチ経由で出現した反物質を捕獲して研究していた。しかしやがて研究は中止された。いつまで経っても実用化の目処も立たなかった。ただいたずらに危険性が増すだけだったからだ。第一次遠征隊が反物質を引き取ることになった。今もそれを管理している。反物質はリスク軽減のためにいくつかのトラップに保管されている。内部は時期によって物質に触れないようになっている。このトラップを爆弾に転用したというわけだ。トラップ内部の磁気を消去すると内壁と反物質が接触し追消滅を起こす仕組みだ。反物質は少量でボイドアウトほどではないが、万が一輸送中に爆発すれば被害は甚大だ。トラップそのものも保管用だから運搬を前提とした構造にはなっていない。運搬用のケースにはスタビライザーを搭載している。だが転倒や落下などすればその衝撃には耐えられないだろう。その衝撃でトラップの磁場が消えれば全て終わりだ。追消滅の爆発が起きる。サム、これは大きな危険を伴う配送だ。これまで様々な困難を克服してきた君にしかできないだろう。なんとかそいつを運んでくれ。サム、聞いてくれ。反物質爆弾の荷物ケースは長距離の運搬を前提としていない。中の反物質はトラップに保管されてはいるが、強い衝撃や車両の揺れ、フローターの激しい振動があればそれに耐えることはできないだろう。トラップ内部の磁気に異常が生じると警告音が鳴る。警告音に気をつけ慎重に運ぶんだ。万が一輸送中に爆発すれば被害は甚大だ。取り返しのつかないことになる。依頼が受注されました。行ってらっしゃい。頑張ってください。慎重に運ぶ。
よし。Thank you.
荷物を納品します。こんなところまで来てくれるなんて、こいつが届くことはもうないと思っていたよ。いい状態だ。よかった。Thank you.
よし。その声はママか。まあまあ何を言ってるんだ。あの人は決して母親なんかじゃない。ママふざけてるのか。いいかしら、もう一度言うわね。私たちマウンテンノットシティは UCA には加盟しない。都市をつなげば世界は DS 前の暗黒時代に戻ってしまう。一つの規範でみんなを縛る必要はないでしょう。都市の独立性を保った上で必要に応じて物資を運ぶだけでいい。十分よ。あんたがここの代表なのか。そうよ、ここの責任者。私はロックね。ロックね。あんたがあの技術者。おい、ちょっと待ってくれ。帰りなさい、あなたたちに用はない。あんたに頼みたいことがあるんだ。ブリッジズがしようとしていることは間違っているのよ。サム、すまない。彼女がマウンテンノットシティの責任者になっていることは把握できていなかった。現存するノットシティだが、その数は必要最小限にまで減ってしまっている。なんとかマウンテンノットシティを UCA に加盟させなければこの先もない。
じゃあどうする。君には伝えてなかったが、サム、ロックネはママの双子の妹だ。もともと彼女も第一次遠征隊のメンバーだった。もちろんママと同じ後発隊だ。ママはブリッジズでのワークネームだ。本名はモリンゲン。二人は双子のドゥームスで天才的な科学者だった。姉のママは応用物理学、妹のロックネは論理物理学のエキスパートだった。ママはキューピッドのハードウェアを、ロックネはソフトウェアを担当していた。どんなに離れてもお互いの声が聞こえる。二人は双子通信と呼んでいた。理屈はわからないが、しかしこれだけは言える。彼女たちはカイラル通信そのものだった。双子通信でいつも二人はつながっていた。そのおかげでキューピッドやカイラル通信を開発できたんだ。ママが事故に遭って二人の関係はおかしくなった。ロックネはブリッジズを脱退、連絡も絶った。理由は私にもわからない。このままロックネを説得できなければ我々のアメリカ再建計画は立ち行かない。ロックネが拒むのはママの事故に原因があるのかもしれん。どうしたらロックネがカイラル通信を受け入れてくれるか考えなければならない。二人に何があったのか、すまないが私にはこれ以上わからないんだ。君には何か思い当たることがないか。考えついたら行動に移してくれ。お疲れ様でした。